示談金に応じて示談しろ。いやー、そんなんはしないよ。だって示談金なんて相手がもうふっかけてきてる金額なんで。示談金なんて基本的にはね、譲歩された金額というよりも、相手がふっかけてくるような金額に使われることが多いんですよ、示談金ってのは。示談金は相手がふっかけるような金額で請求されることが非常に多いので、実際裁判したらそんななんないよねっていう金額をふっかけてくる人が多いと思うんですよ。まあ、それにね、それに あくまで相手の主張のみだからね、それって。こっちだって、まあ、やられたこととかあるんで、そこに対して反撃するものもなくはないので、こっちに。それを考慮されてない。あくまで相手の一方的なこの金額で許してやるよっていう、あくまで一方的な、ね、ふっかけてきてる金額なんで。もちろん中には示談金ってのは、ね、相手のことも思い、譲歩したような金額を提示してくる人も世の中にはいるとは思うんですが、基本的には、ふっかけてきてる金額を提示してる人が多いと思います。示談金は何ぼなんでしょうか。それは言わないですよ。まあ相手がね、相手が配信で言ってたと思うんだけど。まあでも普通に考えてその金額には実際裁判したらまあならないっす。ありえない。そんな、あんな金額は絶対ありえない。この状況下で実際ちゃんと裁判したらあの金額には絶対ならないと思う。あれはだいぶふっかけてきてるよ。まあ、ただね、何回も言ってますが、一番きついのが、この仮差し押さえ中に、配信が収益化できないことが辛いんですよ。何が一番辛いかって。まあ、正直、実際裁判になっても、大した金額にはならないと思う。仮に負けてもね。いや、もしかしたらこっちがむしろ勝てる可能性すら残ってるし、それは正直どうなるか分かんないですけど、6万入ってこないのがそういうの。いや、6万もそうだけど、6万だけじゃなく収益化ができないんですよ、現状。その理由は昨日言いましたけど、例えばこの枠だってアイテムを切ってるわけですよ。で、この枠だってアイテムをオンにしてれば、アイテム、お金、投げ銭来るかも、来るかもしれないのに、こんなのずっと配信してても1円にもなんないじゃん。請求額700万って本当、いや、そんなん知らねえよ。そんな訴状届いてないんだから、まだ今の段階でいくら請求されてるかこっちわかんないんですよ。まあ、相手がいくら請求してくるかは知らない。まあでも当たり前だけど、相手の請求額がそのまま通るわけもないし、普通そういうね、普通そういう請求額って、実際に取れるであろう金額よりも吹っかけてくるから、間違いなく。間違いなく大きく吹っかけてくるんで、まあ、裁判ってそういうもんじゃん。最低で700万、いや、ありえない。こんなんで700万ってありえないね。絶対ない、それは。それはもう言い切れる。もし700万とか、ね。仮に700万とか裁判して、俺が賠償金、ね、精神的苦痛だの、なんだろ、名誉毀損とかなんだか知らないけど、そんなで700万支払えなんていう、そういうことになったら俺死んでもいいよ。まあ、そしたらもう本当、あれ、ご飯の上にうんこして食ってやるよ、マジで。そんな、もし700万とか仮に本当になったらね。裁判して、じゃあ700万の賠償命令を、下されたら、ご飯の上にうんこして食って、それでね、その後もうあれですよ、海に飛び込んで死んでやるよ、本当にマジで。そんな700万なんて、本当に請求額がなったら、裁判の結果、ありえない。100%ない、それは。100%ありません。
まあそれよりもね、とにかくきついのが何回も言ってますが、配信収益化できないことが一番辛いです。仮差し押さえのこの状況。あ、おはようございます。もちろんね、裁判結果によって、高額がね、仮に高額な金額が請求された時ももちろんめちゃくちゃきついけど、でもそれはおそらくないと思うので、それはおそらくないと思う。まあ、てか普通に考えて100万とかも絶対いかないと思うし、仮に負けてもね。なんだったら逆に相手からお金取れる可能性すらあると思ってるし、俺の一応予想だけど、もしかしたら逆に相手からお金を取れる可能性がある。それか、まあ裁判は、まあ結局トントンぐらいで、結局お互い弁護士費用とか裁判費用をお互い払っておしまい、まあつまりは何の得もなしに終わるか、トントンぐらい、トントンっていうか、そのどっちもこう、裁判で勝ち取った金額はもうプラマイゼロみたいな、ただ弁護士費用とかそういうものか、お互いマイナスになるか、まあ仮に負けても、まあ100万は絶対いかないと思う。負けて仮になんかいくらか払えってなっても、まあ俺の予想は10万から50万ぐらい、仮に負けたところで、多分俺の予想ね。逆にお金を請求できる可能性もあると思ってる。これはあくまで僕の予想なんで、これはあくまで僕の予想なんで分かりません。実際はどうなるか分かんないけど、まあでも実際ね、仮にトントンだとしても、トントンラインのとこまで持ってきても、結局弁護士費用とかそういうね、裁判費用がかかってる分マイナスだから、めちゃめちゃマイナスだから、弁護士代とかだって相当いくでしょ、こんなの。一番怖いのはだから弁護士費用と、あと会社が収益化できないことかな。そこが本当に痛い。いや、本当ヤクルト戦見つけないとかもな。ヤクルト戦、ヤクルト戦を飲むと熟睡できるらしいからね。精神科行って病気の診断書もらえるの。いや、実際なんか精神的に参ってるっていう、多分診断はされるんじゃないの。実際だってさ、全くなんか寝れないしさ、本当になんか、ちょっと寝たとしてもすぐ起きちゃうのよ、本当に。熟睡できないの。なんか寝てもすぐ起きちゃう。精神的に参ってるのも、あとまあもう俺も納得できない部分もいっぱいあるしね。相手だっていろいろやってきた時あったのにさ、なんかなんで俺だけって思うと、もう精神的苦痛？なんか自分、相手の主張だけ通ってる感じが今んとこあるっていうか、まあ主張っていうか、なんていうの？自分だけこう、要するにペナルティーを食らってるわけじゃん。相手は何もなってない状態じゃん。その状態がまず納得できないし、もうそこに対する精神的苦痛は半端ない。まああんまりその詳しくは言えないけどね、不倫になったらあれだから。でもまあ、俺が誰から訴えられたとか言ってはいないから、今回の事件はね。ただなんでみんなが知ってるかって話だよ。それはね、訴えた本人が言ってるからなんですよね、配信で。俺は別に誰から訴えられたか一言も言ってないからね、今回。じゃあなぜ皆さんがそれを知ってるか。相手が言ってるからなんですよね。ヒカルさんに相談してみる。いや、無理でしょ。どうする？ヒカルに相談したらさ、ワンチャン助けてくれるかな。
だって光なんだかんだ、なんだっけ、いくらだっけ、4360万だか、いくらだか、のなんか誤送金のやつ助けてたからね。しかもあれ自分からなんか光にって言ったらしいわ、なんか。4630万の人からの方から光に助けてくださいって言って、それが光がアクションしたんだけど。助けてくれるかな、光。でも正直光が助けたのは4630万円の誤送金を、ね、国からやられ、ね、受け取り、それを誤送金と分かっていながらオンラインカジノに全額使ってっていうんで、とんでもないニュースになってるから、だから話題性があるってね、突っ込んでたけど、まあ、はっきり言って僕の場合はそこまでの話題性っていうのはないと思うので、世間から見たら。だから正直無視されるだろうね。